なんか斜めだってかわいい。斜め、あ、そうそう。しまった。出てきた。レン、ホリです。レン、マナです。レン、マホです。なんか今日すごい、なんかアナログ系で。レンがなかったのかな。お姉ちゃんにしたいメンバーは誰ですか？なるほど。むずい。いや、お姉ちゃんっていうと、まあ、やっぱあれ私アリスさんが先輩なのでアリスさんになっちゃうんですけど、まあそれそうだよなってなっちゃうかなって思うんで、私が後輩になった身で考えるとまろちゃんとか後輩あたりがいいなって思いますね。え？お姉ちゃん感出ない？あ、確かに。後輩に対して。そうだよねみたいな。私ですか？普段見れない。普段見れないんだよ、まろちゃんの。絶対私名前出ないって思ってました。え、私後輩だったらね。まあなんかそう、後輩にしか見せないお姉さんの顔があるんだなって。嬉しいです。思うから。そうなんだ。普通になんかご飯とか行ったら、どうするってちゃんとリードしてくれそうだなって。あー。あ、でも前そのちゃんとご飯に。あ、いたいた？あ、はい。言ってくれた？やばい。ほら。はい、ちょっと店員さんも呼んで。ほらやばい。そう。まろちゃんって言ってください。まろちゃんね、絶対上だと。すごいお姉さんになるんですよ、絶対。絶対なる。で、思って密かにあお姉ちゃんっぽい気質持ってんだなって嬉しい。思ったから、まろちゃんかな。わしは後輩だったら。あ、アデュー。アデュー。マノはお姉ちゃんでしょ。お姉ちゃんだったらアスミンですね。やったー。そうなんだ。そうなんだ。あんた、あんたお姉ちゃん。お姉ちゃん。友達じゃないんや。すごい面倒見がいいんですね。あ、面倒見がいいね。だから結構なんか妹とかいたらすごい面倒見が良さそうなイメージがある。本当？なんかどこでも連れてってくれそう。あ、それはそうだ。なんかアクティブよね。ユエンチ行く？うん、鈴鹿行く？なんかすぐ奢ってくれそう。奢っちゃうんですよ。奢ってくれそう。妹だったら多分、これ欲しいなとか言ってたらくれそう。いや、お化粧品とかいっぱい買ってくれそうだから。買ってくれそうだから。財布でもあるじゃないですか。財布じゃない、違う違う、財布じゃない、お金だけなく金だけなく嬉しいな、そうだなって思います。ありがとうね。いや、私もあすみさん。いやーすごー、多いよね。多いよな。いや、ここはわかる。おー、嬉しい。本当にめっちゃ面倒見よくて、めっちゃ声かけてくださるし、よく見てるしね。そうです。そう、なんかいつもマノさんの髪の毛とかをあすみさんやってて、最近なんかお姉ちゃんだったらやってくれそう。確かに。はい、絶対いいお姉ちゃんです。嬉しい。そんな風に多分いっぱい今日選ばれるよ。あ、本当？お姉さんっぽいよ。しあれでもあすみんって思った。いやー、かわいい。リナさん、ちょっと私は妹っぽくし、そうそうそう、ここはすでに元から姉妹になっちゃう。コンビニとかやったら、あ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 、とかやっちゃうから。そう、だから嬉しい。姉ちゃん、そうなんだ。うん、私は、迷うな。でもアリスさんかな。あ、やっぱり。あ、でも、もうぽい、お泣きがしました。迷う、迷います。迷う、迷う、アリスさん。アリスさんはノリがいいから、なんか、その日疲れてても、え、ここ行こうよとか言ったら、えんよとか言ってくれそうな感じ。確かに。そう、はっちゃけお姉ちゃんって感じするし、楽しそう。何でも楽しそうだなって思う。確かに。なんだろうね、年齢とかも関係あるのかな。私はそもそも年齢は上なのが、おはりさん同級生で、アリスさんしかいないから。そっか。あ、確かに。そう。そっか。だから、確かに。それもあるかもね。いろんなとこに行きたいです。え、なんかさ、あれに出てくる子供みたい、昔の子供のなんかこう、かごめかごめとかしてそうじゃない？かごめかごめやってそう、やってそう。なんか足って感じだね。足って感じ、なんか珍しく全身すごい足って感じする。足、じゃあさやかさんがお姉ちゃんって思ってそうな予想しよう。私は、アリスさん。絶対アリスさん。私もアリスさんだと思います。聞こえてるよ、みんな正解、アリスさんです。
私がお姉さんにしたいメンバーはアリスさんです。服とかも一緒に選んでくれそうで嬉しいです。一緒にショッピングとか行っても絶対楽しいし、一緒にテーマパークとか行っても絶対楽しいし、いっぱい一緒に写真撮っていいお姉ちゃんって感じにな。いやもう私のお姉ちゃんはアリスさんだからそう、楽しいです。練習とても練習も本番も楽しい、うん、思い出がみんなで作り上げるっていいですね、うん、本当にやっぱアイドル教室最高だなって思いました。いやー本当にやっぱすごい楽しい、すごい良かったな。あ、私あれ発表しないです。お姉ちゃんになる人あ言わないとですね。いいのかな。え、なんでお姉ちゃんですよね。確かに。え、なんかあの妹とか弟とめっちゃ仲良くしてるから、自分がもし妹だったら確かに可愛がっちゃう、うん、すごい可愛がってる。確かにね。なんか服とか一緒に買いに行ったりして、なんか選んでくれそう。服使い合いっこする。いいね。いいな、マジで兄弟になろうよ。やった急に。何しようお姉ちゃんですか。いや、りんちゃんマジで優しいから優しいよ。なんかめっちゃいいお姉ちゃんだろうなって思う。うん、好きです。ありがとうございます。はい、おのおねまずの話はくじりまさんでした。ありがとうございます。はい、アリスさんやばありがとう。ポエンでした。でした。イエーイ、ありがとうございました。ポエンやばくてみのりー、まなちゃんも全然作られてます。いのりーありがとう。いのりーありがとう。またね、来週はハンバーガー公演だよ。ハンバーガーやっハンバーグハンバーガー最後、最後また来週。バイニャーン。チューバーよし、オッケーです。はい、オッケーです。はい、みんな解散。はい、みんな解散してきます。はい、みんな解散します。切り替えこれです。はい、バイバイ、さよなら。まるちゃん映ってなかった。バイバイ。